JR 東日本グループは、北陸新幹線の長野東京間で小口の荷物輸送サービス、運びんクイックを始めました。JR 長野駅全工事口の JR 東日本レンタリース長野営業所で、列車出発の30分前までに申し込むと、新幹線の車両に荷物を乗せ、東京駅のカウンターまで届けます。 長野駅からの発送は1日5本、東京駅からは4本で、一方の駅から発送した荷物をもう一方の駅まで最短110分で運びます。あの例えばですね、えー、電子機器ですとか精密機器、あるいは医療用品ですね、こういったものをあのイメージしております。何と言っても定時制であったりですか、えー、即時性、それからえっ、ー、と渋滞も当然ございません。えー、それから環境にも。 負荷がかからないですね。優しい輸送機関でございます荷物は1個あたり重さ30キロまでで料金はサイズや重さによって1010 10円から4450円です